よっしゃ、いけた。そういうことか。よかった。もうめっちゃ悩んだもん、ここ俺。3箇所あるよって言うてくれよ、たこんちゃん。無事ここ攻略。何人の人がここで焼け死んだんやろな。面白い。めっちゃ面白い。面白い。なになに。ベラザの橋を通過。予定通り10分後戦争にて海兵隊司令官が訓示を行う。はい。各員それまで持ち場にて待機せよ。持ち場にて待機。およしよし。これ開けれんの。あー、これスネークといえど開けれない。これ隠しといて。暗いな。こういうとこある。あ、あるんじゃん、絶対。あ、違うか。ここか。この辺なんかくぼんでんねんけど。まあ、それだけね。あ、向こうから敵来そうやな。え?これ死んでる?オッケーでもないけど、別に。一応ね。一応ここに隠して。ほらほら、なんか出てきたやろ ?USB。なんでお前 USB バレット持ってんだお前。一般人っぽいのにな。まあいいや、その辺は気にせず行きましょうか。これ絶対罠あるよな。待てよ。ほら、いたー。あぶねー。これはよく見つけたんちゃう俺。ねえ。あ、来てない、こっち。あ、あいつ来てるぞ、こっちに。これ前に歩いてきてるよな、絶対。これ俺のヘッドショットが火を吹くかな。ちょっと火を吹かしてみていいっすか。俺のヘッドショットが火を吹くぜ。イエッサー。火を吹いたで。これはできたね、今俺。今のは良かった。隠そう。じゃ、まだいるな、もうおらんわ。すげえ暗かったからね。皆さん見えたか分からへんな。ちょっとお前落とせや。あ、これもしかして寝てるやつはやっぱ起きんのかな。あのね、グラウンドゼロズでは寝てるやつは起きるんですよね。あ、じゃあ寝てはしたら大丈夫やったっけな。なんか伏せなあかんかってんな。まあいいや。多分大丈夫やろ、寝てたらな。あ、いるね。あー、来てるぞ。どこに来る。嘘やろ。なんやつ、動きへんやぞ、あいつ。動きへんやんな、あれな、絶対に。やばいな、あいつ。危険やった、あいつはかなり。異常なし。あ、こいつこっち向こう。あ、曲聴いてんか。オッケー、分かった。じゃあ、あいつ首絞めよう。ここ大丈夫やんな。異常なしと。これだから足音は弱いはずやぞ。よしうまいこと言ってもらった。ダンスダスダスダンスダスダスダンスダスダスダケダケ。はい、まあこの辺の通路でいいやろ、このやつな。あ、誰かいたぞ。まだいるぞ。異常なしって言ったな。これ分けれる。おお、スネークといえど無理ってやつね。一回主観で見て、あ、寝てるな。異常なし。これね、こういうとこのドアがね、気づきにくいよね。異常なしって言って寝てる?あー、なるほど。寝ては起きての繰り返しか。オッケー、分かった。よし、オッケー。え、ね、こいつ、だるまさんが転んだレベルの、ケチやな。ほら。異常なし。おぶねえ。てんてるてんてるてるてるてん。てんてるてんてるてるてるてん。てんてるてんてるてるてるてん。よかった、麻酔銃頭に当たっても、なんかあれで防がれそうやんな。なんかすごい、な。目ん玉つけてるやつ。こっちは?これどうせ赤いねんな。よし。じゃあここ行きましょうか。ここ開くやろ。よし。わりかし順調に来てますよ。初見殺しだらけやね、さっきから。
よし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 、はいはいはい、とりあえず大丈夫ね。これはあかんやろな、多分な。うん、オッケーオッケー。 USB バレットめちゃめちゃもらえるな。そんな使っていいのこのゲーム。銃、まあ、首絞めて殺してる、あれは一生わからへんままやな俺な。首絞めて殺してんのかようわからんってやつね。こっち行って、で、これ赤へん。うん、オッケーオッケー。お、レーション、レーション嬉しいね。あ、レーションフルやって。今、俺、体力どんだけ？あ、使う使う、この、よしよし、これラッキー、これラッキー。うん。こういうとこは目ざとくやっていきましょう。うん、カメラ使うか。ん？カメラ？これ写真撮れるってこと？おー、あ、そっちのカメラやね。びっくりした。あ、撮れた撮れた、やっぱり。やっぱ撮れましたわ。よう分かる。あ、なに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 。びっくりした。お、ムービー、ムービー。ほい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 。はい。いいよー、スネーク構えてるよ。レイブンか、また。ほうほう、なんか、あ、誰かが開けたんか。咲いたぞ。一般人やけ、ただの。え、なんかめっちゃ来てんけど、武装したやつか。やめてやめてやめて。大丈夫、スネーク。閉めて。大佐、はい、大佐。今、船尾側のハッチを閉鎖しました。何ね、この声。昇降機も我々が抑えました。雑魚っぽくない声やな、なんか知らんけど。下ではすでに海兵隊司令官の演説が始まっています。演説。演説が終わるまでに準備を終える。あ、これゴルルコビッチやな。上との連絡手段を遮断しました。この声なんか。下の連中で我々の侵入に気づく者はいません。業務的やな、なんかな。我々が脱出するまで誰も入れるな。うんうん。了解。大佐たちの脱出路です。死守します。おお、なんかほんまに。かっこいいな。頼みがある。頼みがある。はい。何でしょう、大佐。俺なんかおかしないこの人の声。俺が頼む。俺が頼む。わかりました。なんかすげえ一般人的な感じやん、なんか伝わるかわからんけど。スネーク、これ大丈夫か。なんでこいつこんな警戒して歩いてんの。ほんで誰だ。え、バレたー。おいおいおい、嘘やろ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 、バレたんすけど。マジか、これはやり合えってことか。わあ、これむっさ難しいね、銃撃戦。落ち着けよ。こう、こう。で、こう。で、いける？お前ヘッドショット。お前、うわあ、なんかこのゲーム見たことない、こういうゲーム。ゲームセンターで。ゲームセンターでこういうゲーム見たくない。あははは。あははは。むず！おれ！シフトショット。ヘッドショット。お前もじゃあ、あ、ちょっといった。やったやろ、オッケー。よっしゃった。なんか投げてきたぞ。スネーク、スネーク。スネーク、スネークなんかしゃがんだりいろいろあった。スネークいろいろあったな、今。落ち着け、スネーク。お前ならできる、大丈夫や。安心しろな、スネーク。ちょっと待って、訳がわからん。操作がマジ難しいな、このゲーム。こう。で、こう。で、こう。さあ、頭出せ。半端ない、難しさ。うめえな、こいつ。当たったやろ。よし、ヘッドショット来た。やった？曲は？お前、誰や、お前。なんか攻めてきてんけど。攻めてきて、攻めてきたよ。攻めてきた、攻めてきた。せこい、せこい、せこい。よし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 。やったぞ、やったぞ。ゲームセンターの気分だった私はな。むずい。もうなんかね、指がね、伝わらんと思うけど、全指使ってるんですよね。LR を同時、中指で同時押ししながら、はいはいはい。背中、背中、背中。気をつけろ、スネーク。スネーク、そんなヘマすんなよ。スネーク、ヘマしそうやな、これ。あれ？
せんな。大丈夫、大丈夫なんか、なんかしなきゃ大丈夫やぞ。なんで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 、あ、え、気づいてなかった、気づいてなかったんかこいつ。ほんで誰や、なんかシャキシャキきたぞ。 あなたでしたか。シャラシャーシカ、シャラシャーシカ、大佐と一緒じゃないんですか。どうしてここへ。あ、やられる。うわー、シャラシャーシカー。お、やっぱりこれオルセロットやろ。オセロットシャラシャーシカ、その名前やったっけ。リボルバーオセロットやんなこいつ。やっぱこいつと戦うんか。せやな。あ、閉めた閉めた。やっぱ閉じ込めたんかな。どうしよう、どうしよう、はい、どうしよう。大佐と共に沈め。やっぱそうや、多分沈める気なんや。ちゃう、俺ちょっと推測ミスってる。みんな、おい、オタコン、オタコン、ありがとう。112、まだかい、はい、戦争に侵入した。予定より手間取っている。手間取った。すでにベラザの場所を通過した。分かった、じゃあ疲れた。リカバリーポイントを変更するよ。はいはいはい、航路を変更するつもりかもしれん。なんだって。上への出口が塞がれた。連中どうするつもりなんだ。奴らの手にメタルギアが渡れば大変なことになる。お、演説演説。下の連中は確かに海兵隊のようだ。海兵隊。上と連絡が取れないんじゃ船が占拠されていることを知りようがない。うん、海兵隊員を敵に回すわけにはいかない。ここでは銃は使えん。お、銃は使えない。そこからメタルギアは見えない。選手に回らないとな。選手に回る。オッケーオッケー。この兵力だ、奴らも海兵隊とまともにやり合うつもりはないだろう。どこに向かうつもりかな。さあな、観光地でないことは確かだ。ここにあいつら、さっきの奴らが攻め込んできたんですよね。俺それすらもちょっと今曖昧な考えやったけど、ここにさっきのあの兵士の方が攻めてきたよね。もう一度確認するね。うんうん、カメラで新型メタルギアの写真を撮ってくる。カメラで、はい。政府が白を切れないような証拠写真を頼む。了解了解。写真は4枚欲しい。4枚ね。メタルギアを右斜め前、これちょっと後で見よう。左斜め前の3方向から撮ったものと、うん、海兵隊のマーキングのアップだ。マーキング？マーキング？メタルギアのどこかに海兵隊の所属であることを表すマリーンズっていうマーキングがあるはずなんだ。ほうほうほう。それがはっきり写っているのが1枚欲しい。言い逃れされないためにね。オッケー。マリーンズね。ちょっと後で俺これ動画見直そう。あと一つ問題があって。うん、何何？遠慮せずに言え。厄介事が増えることには慣れている。誰かが僕らの通信をモニターしてる気配がある。マジか。何者だ？大佐やろまた。だけど、うん、モニターしてるだけで妨害しようって様子はないんだ。それがかえって不気味で。さっきのサイファーとも関係が。どうかな。あ、サイファー、とりあえず飛行ドローンみたいなやつやね。バースト通信の暗号化プロトコルを別のに切り替えてる。プロトコル。あと念のために写真の送信経路を変えたいんだ。ほうほうほう。この無線を使わずに写真を送るってことか。 Wi-Fi ってこと。そう、うん、戦争の一番奥メタルギアがあるブロックの南東にコンピューターが1台置いてある。そこから写真を送信できるように細工しておいた。なんでそんなとこに置いてんのパソコン。細工？どうやったんだ。軍事ネットワークのリンク16経由でそのワークステーションに侵入して、はい、システムの一部を書き換えて僕が作った特製のアプリをリモートインストールして何言ってんのか分からん。面倒なことを。やり方は簡単だよ。スネークはマシンの前でアクションボタンを押すだけで。来た来た来た、このゲームね。たまにね、三角ボタン押せとか言うね。写真のデータを読み取り、分割後暗号化する、うん、データは偽装されたパケットに格納されて。分かった、写真を撮ったらコンピューターの前でアクションボタンを押せばいい。はい、分かりやすい。うーん、まあそうだ。分かりやすいね。それと注意してほしいのは、すで、はい、に演説が始まってる。演説が始まっている。演説が終わるまでに撮影しないと発見されるよ。いいね。何それ何それ。どれくらい余裕があるんだ。今日の司令官の原稿をハックした。だいたい7分ってところだ。え、これ時間制限あり？アドリブがなければだけど。7分がタイムリミットか。オッケー。スネーク、写真だけだよ。この数だ、そんな気は起こしようもない。オッケー。しかし、奴らにあれを渡すわけにもいかない。うん。そうだけど、まずは写真を。わかった。わかった。後のことはそれから考える。それじゃ、見つからないようにね。オッケー。いやー、これまた緊張するねんけど、とりあえずセーブしたいな。うわーい、今見た時間右出とったな、いきなりな。
とりあえずセーブさせてください。さあスネークよ、スネークじゃない、じゃあまたこれスネーク、何やそれ、セーブしたいのかい。はい、セーブさせてください。中国では、はいはい、迷う者は道を問わず、おぼるる者は浅瀬を問わずって言うんだ。はい、意味はちゃうわ。他人に意見を求めないと失敗するってことだ。なんか見ながら言ってたら今、道に迷っちゃう人はどんな道でも迷うし、溺れちゃう人はどんな浅瀬でも溺れちゃうから。まあ人の助けを借りるべきだってことじゃないかな、多分。メイリンちゃん呼んで、多分無線は有効に使ってくれよ。メイリンから聞いたのとはちょっと違うような気がする。メイリンちゃん言ってたこれ。そんなことないよ。覚えてない、覚えてない、俺。くっそー、メイリンちゃん呼んできて、マジで。行きます。時間がないね、時間がな。メタルギアどこにあんの。これ降りなかんよ、これ降りなかんよ。オッケー。メタルギアに対抗できるのはメタルギアだけだ。マジか、メタルギアに、ね、メタルギアだけだ。カメラまずセットしとこうぜ。カメラノーユース。What? なぜノーユースなんだい。世界中に拡散したどのメタルギアも脅威ではない。メタルギアどこにあるの。我々海兵隊、メタルギアがどこにあるかわからないな。まあ降りてみよっか。愚かな核軍拡の流れを押しとどめるのだ。オッケー。このあれ、あの何、映像じゃあかんよな。現在メタルギアのデータは、ごめんちょっとね、なんていうの、その演説に全くこれ集中できてない。これバレんのこいつ、ないの、合衆国の核武装に最高。ムービーあんねんけど。あ、そんだけかいな。スネーク、応答してくれ。スネーク。そんだけかいね。なあ。オッケーです。あのね、わかりました。なんでバレたかわかったんですよ。この頭が、スネークの頭が、映ったんや、絶対。ほんでな、ちょっと前にあったレイブンのフィギュアみたいな感じでバレたんじゃないか。そうやんな。よーし。で、あっこで見てるやついるね。この左奥に行ったらいいんか。ちょっとね、いまいちよくわかってないんだけど。あ、ここ登る？この向こうはなんだ？ここ登ったらいいんかな。ここ登ってみようか、ちょっとね。この例が完成すれば、ごめん、あのね、相変わらずこの演説は俺全く聞けてない、ごめん。みんなちょっと字幕を読んでしっかりと内容を入れといて、頭にな。こっち、あーやっぱ違うね、ここ違うね、あの奥や。そして、あの勢力、はいはいはい、タイムレフト、タイムリミットじゃないや、タイムレフト。バレるよなこれ絶対にな。敵は外だけではない。これな、こいついけんの。この例によって他のメタルギアは無効になる。いけた。めっちゃ緊張しててん俺。こっちにバレへん。オッケー。とりあえずこっちから転換させるだろう。うわー、ドレーン。ドレーン。はい、連れてかれるスネーク。この後彼はどうなったでしょうかね。ドキドキですわ。さあこれでどうしたらいい。あ、みんな右向いてるやん。あれなんで一回バレたんやろさっき。あれ、待てよ、一応報復で行こうか。しかし我々海兵隊にはこの計画が必要なんだ。よし、報復で行けば正解か。バレるやろ絶対。なんでバレへんねん。どないなっとんねんこれ。でカメラ撮らなあかんのかここで。おお、え、無限ループ入ってる俺もしかして。そしてその新しい世界で軍事的主役を務めるのは、どこ行ってんの、どこ行ってんの。我々海兵隊となるのだ。消えてんけど。同じメタルギアの名を持つプロジェクトでも、どういうこと、全然意味わからないけど。あれは核軍拡をさらに際限なく促進するプロジェクト。
どっち行ったやの、どっち行ったやの。これを推進する勢力が我々のメタルギアレイ開発に対し圧力をかけている。うわ、あかん。え、めちゃ難しいここ。え、どうしたらいい。お、違うパターンか。違うパターンじゃこれな。よかった、違うパターン見れて。なんでね、このプロジェクターが右に切り替わるのかは皆さん気にせずに行きましょう。訓練されてんなお前ら。気にせずに行きましょうね。え、どこ行ったよね、どこ行ったよ、ね、捕獲。え、こっち行ったら、でもこっち行ったら終わるよな。あ、違う、こっちら合ってるんじゃん。圧力をかけているという事実もある。だが我々は決して屈しない。絶対バレてるやんこれ。私にも娘がいる。娘ん、この奥か。さらにメタルギアレイは水陸両用だ。この辺はしごだよね。メタルギアレックスとは違う。オッケーオッケー、消えた消えた。海中深く潜航して探知される。おい、なに、罠か罠か。あれ、沿岸から上陸する。統合戦術情報分解システムを用いた。マジか。どこ行ったんか分からへんねんけど。やばいやばい。スネーク、落とし推進しようとする勢力が。よしよし、来たぞ来たぞ。で、さっ、わけわからへんけど、我々は決して屈しない。これ本当にどこ行ったやの。この裏、え、違うよね。あ、この裏行ける行ける。皆も疲れてきたこと。よし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 、疲れてきたって言ってたぞ今。少し楽にせえって言ってんぞ。大丈夫か大丈夫か。よし、行ったんちゃう、これ奥まで。どう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 。来た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 。メタルギアです。最後までご視聴ありがとうございました。よかったらチャンネル登録をお願いします。チャンネル登録をすると更新情報を逃さずチェックできます。スマホの方は画面下の動画説明欄からどうぞ。またツイッターでも更新情報をつぶやいてますので、ぜひぜひそちらのフォローもお願いします。それではまた、バイバーイ。